これもルーブルが誇る超有名絵画。皆様も世界史の資料集で見たことがあるのではないでしょうか。画家ジャック・ルイ・ダビッドが2年をかけて制作したナポレオンの戴冠式です。大きな絵画ですよ。幅約10メーター、高さ約6メーター。描かれた人物はほぼ等身大です。1804年12月2日、第一統領から皇帝になったナポレオンは戴冠式をパリのノートルダム大聖堂で行いました。中央で王冠を持つのがナポレオン。なんと皇帝になったの35歳の時ですよ。その前でひざまずくのがナポレオンの奥様ジョセフィーヌ。美しい女性でしょう。何歳に見えますか？20代後半に見えるでしょう。でもね、彼女この時なんと41歳です。若いなぁ。いや、そりゃそうなんですよ。私のことは若く描きなさいとちゃんとね注文しておりましたから、はい、ちゃんとねオーダーが通っております。ジョセフィーヌは長いマントを2人の女性に持たせている。その左には白いドレスを着た女性が1、2、3、4、5人いますね。ナポレオンの妹たちです。さらにその左2人の男性はナポレオンの弟と兄貴ですよ。左側にはずらっとナポレオン一族が並んでいるということですね。さて、もう一度ナポレオンに目を移してください。彼のすぐ後ろ、白い服を着て座っている人物がいる。ローマ教皇のピウス7世です。戴冠式のためにバチカンからやってきた。もちろんナポレオンの頭に戴冠するためですよ。しかし当日大事件が起こりました。ローマ教皇がナポレオンの頭に戴冠しようとした時、なんとナポレオンは王冠を奪い取って自分で自分に戴冠してしまったんです。そこにいた全員が思ったでしょうね。ローマ教皇に失礼じゃないですか。じゃあ呼ぶなよですよね。ナポレオン、なんでこんなことをしたんでしょう。ナポレオンはローマ教皇のメンツをあえて潰すことで自分の方が偉いんだと示したということなんですよね。その一部始終を見ていた人物がいる。それがこの絵画の作者ダビッドなんです。彼は実際にこの式典に出席しておりました。だから自分自身の姿をこの絵の中に描き込んでおります。真ん中に大きなアーチがありますね。その2階席、人がたくさんいます。後ろの列、左から2番目、身を乗り出してスケッチしている人物がおりますが、ダビッドその人です。その時に描いたデッサンを元にした下絵が残っております。さあ見てください。ナポレオンに注目です。わかります？これ自分で自分に戴冠しているんですよ。この下書きをもとに本番用の下絵も用意しております。で、実際にねこの下絵をもとにこの絵画を描いていたんです。そうしたらそれを見た弟子のグロが言うんですね。師匠、これちょっとやばくないですか？いや、これ事実かもしれませんが、これを見たらみんなナポレオンのことすごく傲慢な人物だと思っちゃいますよ。確かに、とダビッド思ったんでしょうね。ダビッドは王冠の角度を変えます。そうしたらどうなったか。この絵画はもやナポレオンの戴冠式ではなく、ジョセフィーヌの戴冠式になってしまったんですね。主題が変わってしまいました。これは注文と違うぞ。勇気を出してナポレオンに見せた。さあ、ナポレオン何と言ったか。素晴らしい、これこそ歴史的な真実だ。これは単なる絵画ではない。この中で人々は更新しているようだと大絶賛した。
そうなんですね。あまりにもこの絵画の出来に満足してしまったためなのか、ナポレオン・ダビッドに約束の10万フラン支払い忘れてしまったと言われております。結局はね、支払ってもらったそうなんですが、なんだかな、そういうところはしっかりとしてほしいですよね。